ご来場の皆様にお知らせいたします。第35回横浜開港祭は本日の最後のプログラムである加山雄三さんとザ・キングオールスターズのステージ中断中でございます。先ほどの雷雨によるステージの状況、今後の天気予報、各出演者の皆さんのコンディション、楽器や機材の状況などでこの後ステージが再開できるか調整検討中です。結果が出ましたら皆様にお知らせいたします。ご来場の皆様にお知らせいたします。ただいまステージの状況、機材、楽器のコンディション、この後の天気予報、そして会場の皆様の様子などと様々な角度でこの後ステージが再開できるかを検討中です。例えば雨が上がっても皆様が激しく濡れている状況でステージを続けてよいか、あるいは機材や楽器の状況がどうか、この後の天気予報などと照らし合わせて検討中です。結果が出ましたらご連絡申し上げます。まだ状況を確認中です。ただいまの時間は第35回横浜開港祭初日最後のプログラム、ザ・キングオールスターズ演奏中でございましたが、突然の荒天、激しい雨によりステージを中断しているところです。ただいま会場の状況、ステージの状況、楽器、機材、メンバーの皆さんのコンディション、この後の天気予報など様々な角度で続行可能か検討中です。ご来場の皆様の中で雨に急に濡れて風も冷たくなりました、体調が急変することないようにご注意ください。どうぞ皆様の体調もご注意ください。また下がぬかるんでいます。転倒して怪我などのないようにお願いいたします。ただいま運営側はステージ上のコンディション、楽器、機材の確認、かなり雨に濡れておりますので、楽器等のコンディションも再確認中です。ご来場の皆様にお願い申し上げます。雨にかなり濡れていらっしゃると思います。海風がかなり冷たくなっています。体調の急変にどうぞご注意ください。体調の急変にどうぞご注意ください。
ご来場の皆様にお知らせいたします。まだ続行可能かどうか検討中です。ステージのコンディション、楽器、機材の様子、かなり雨に濡れました。この後音響が大丈夫かどうかなど検討中です。繰り返し申し上げますが、お客様も雨に濡れて海風が冷たいですので、体調の急変にどうぞご注意ください。ステージ上で各機材の確認をしています。かなり雨に濡れました。楽器、スピーカー、音響設備、照明設備等のコンディション確認中でございます。まだ確認中です。ステージ上各機材等確認中です。ご来場の皆様も体調の急変にどうぞご注意ください。体がかなり冷えていると思いますので、どうぞご無理のないようにお願いいたします。体が寒いと感じましたら、混み合って特に前の方は詰めていらっしゃいますが、例えば、あえて後ろの方に行って体を動かすとか、ちょっと体調の管理をどうぞご注意ください。未だ確認中でございます。このステージのコンディション、それから、開講祭はこの臨港パーク全体で運営をしておりまして、その大会、このお祭りの競技会の各メンバーも続行可能か検討中でございます。繰り返し運営の様子をお伝えいたします。本日のプログラムはお送りしていたキングオールスターズの演奏のみとなっていまして、最後のプログラムでございました。
ただいま事務局再開可能かどうか鋭意検討中、作業中でございます。合わせてこのステージだけでなく、周辺の開講祭全体の運営、その事務局も続行可能か検討中です。結果が出次第お知らせいたします。改めまして、会場の皆様、どうぞ体調の急変にご注意ください。狭いところでじっとしていますと、急に体調が悪くなることがあります。どうぞご注意ください。例えば少しスペースの空いている後ろに下がって体を動かしてみたり、無理をせずに、どうぞお待ちください。この時間も検討中、作業中でございます。再開を心待ちにしてお残りいただいているお客様に改めてご案内いたします。体調の急変にご注意ください。かなり体が冷えている、寒いと感じている方も多いかと思います。体調が急変して例えば、救急車を呼ぶことになるとか、そういったことになる前に、ぜひ皆さん、体調管理の方は各位の方で何卒よろしくお願いいたします。まだ検討中です。まだ結論は出ておりません。
再開が可能かどうか検討しながら、他の雨に濡れた様子、状況、会場のコンディション、さまざまな角度でまだ検討中でございます。結論が出ましたらお知らせいたします。皆様におかれましては、体調の急変、転倒して怪我などのないようにお願いをいたします。未だ検討中でございます。第35回横浜開港祭は本日と明日2日間開催予定で進行していました。本日最後のプログラム、ザ・キング・オールスターズのステージ途中に突然の大雨が降りまして、ただいま中断しているところでございます。機材、楽器がすべて濡れてしまいましたので、今そのコンディションを見ているところです。会場の皆様におかれましても、体調の急変、転倒して怪我のないようにお願いいたします。いやー、よくいたなみんな。あのね、正直申し上げて、電気系統の機械がみんなダメになって、で、これからそれ立ち上げるのにものすごい時間がかかるんだそうです。だからマイクロフォンとかそういうのは使えるんで、このまんまね、みんな返すわけにいかないから、だからまあアコースティックギターってね、つまり電気を通さないやつは使えるから、それ2つ持ってよ、タイジー。だからロックは今日はダメね、もう。こう、恨んでも恨む気ねえ。そんなん初めてだけど。まあ本当ありがとうね。ジャケットいいの着てきたんだけど、もうヨレヨレになっちゃってる。ありがとう。で、タブゾンビってのがいるから、あれトランペットは全然電気関係ないから。ゾンビこっち来いよ。ゾンビはこういう時強いんだよな。だいたいこの辺真ん中だろ。だよね。はい、大地君も来てください。ドラムは大丈夫、あんまりドカドカ叩くな。まあ海っぺりの陽気ってのはこんなもんでしょうがないんですよ。でもまあ今日ね、本当開港、157年、やっぱり港がここを開港してから日本の文明っていうものはブワーッと伸びてきて、海外に負けないようなところまで来たわけ。この横浜っていうのは僕が生まれたところだから、もう大好きなところでね、もう今日はもうすごい期待してきたんだけど、何なんだこれは。生まれ故郷のちょっと守ってもらいたかったね、俺本当は。でもまあとにかくみんな帰らずにいてくれるその素晴らしさ、これはもう心から感謝する。ありがとう。とりあえずだから、できるのは1曲かそこに2曲ぐらいしかないけど、まあそれでもちょっと一生懸命歌うから。てんやわいや、てんやわいや。ねえ、ほんと、
映画の中にもあったじゃん。俺の若大将の映画の中でさ、電源を誰かこうやって抜いちゃってさ、なんかそれを思い出したよ。今日はもうあんな強い雨、シャワーみたいな雨だったもんね。みんな体に染み通っちゃってるんでしょ。大丈夫かね。まあでもそんなにひどい寒さじゃなくてよかった。本当によかったと思います。なんだよ。え、なんでそんなかっこいい？そういう質問難しいな。俺自分じゃかっこいいと思ってないから、ただ一生懸命生きてるだけでね、とにかく人間一生懸命生きることが大切でね、毎日が新しいスタート。俺今日も新しいスタートしてきたわけだよ。そういう気持ちでいるから、未来と現在と過去ってこの一点にあると俺は思ってるのね。未来だってもう分かってんだよ。過去ももうずっとこれみんな持ってんの。だから今を一生懸命生きてれば、明日になってもまた今になるわけじゃん。だからそれがその心の仕方一つなんだよね。それが大事だと思います。ありがとうございます。てんやわんや、どうした？せっかくなんかさ、ふみさんがベース、初めて女性なんだよね。今日上野浩二がまたどっかで工事やってんだろう。すいませんね。もうだけど大地の今日お前さ、ちょっとお前、眉毛の周りがなんかちょっとカリビアオブパイレーツみたいなって今 DV で問題になってんだよお前。それをなんか受けようと思ったわけ。プリンスに捧げております。先日お亡くなりになられたプリンスに体ごと捧げようかなと思っております。プリンスありがとう。お前そこにある眉毛生きてんじゃないのこれ。あ、そうか。一応でもみんな出てきてるね。本当に電気が来てしょうがないもんだな。だからウクレレとかコーヒーとかそういうのがやっぱりビーチでは合うんだよな。はい、やろう。何やろう。君と一番か。君と一番好き。ねえ、よかった。